ディズニートゥーンスタジオはアメリカのカリフォルニア州グレンデールに本社を置き、かつてはディズニームービートゥーンズの名で知られたアメリカ合衆国のアニメーションスタジオ。ウォルトディズニーカンパニーの下でビデオ映画、短編映画、テレビスペシャル作品を主に制作していた。スタジオはウォルトディズニーアニメーションスタジオとは別々に活動し、 スタジオは閉鎖される2018年6月までに47本の長編を公開し、最初の作品は、ダックテール・ザ・ムービー、失われた魔法のランプ、最終作は、ティンカーベルと流れ星の伝説であった。2007年に、ピクサー重役のエドウィン・キャット・マルト・ジョン・ラセターが社長、およびチーフクリエイティブ、オフィサーとなった。翌年のティンカーベル以降からスタジオは、 続編のビデオ映画よりもディズニー及びピクサー作品のスピンオフに重きを置き始めた。2018年6月28日、スタジオの閉鎖が行われた。ディズニー・ムービートゥーンズの最初の作品は、ディズニーからシンジケーション放送されたテレビ番組、ワンパク・ダック夢冒険の映画版、ダック・テール・ザ・ムービー、失われた魔法のランプである。同時期に、スタジオは、 ウォルト・ディズニー・フィッチャー・アニメーションの作品の続編となるビデオ映画の制作を始めた。最初の作品は、アラジンの続編のアラジン・ジャファーの逆襲である。ストーリーはテレビシリーズアラジンの大冒険の劇場版となる内容であった。ジャファーの逆襲は商業的に成功を収め、二つ目の続編アラジン完結編盗賊王の伝説も発売された。その他に、 美女と野獣ベルの素敵なプレゼント、ポカホンタス2、イングランドへの旅立ち、ライオンキングにシンバズ・プライド、シンデレラ2といった続編ビデオ映画が発売された。2003年1月、ディズニーは効率よくリソースを使い、新たなキャラクターやフランチャイズを開発するために、スタジオの再編成を行った。6月に、ディズニー・ービートゥーンズ、ディズニー・ビデオ・プレミアズ・パンは、 ディズニーテレビジョンアニメーションからウォルトディズニーフィーチャーアニメーションに置かれディズニートゥーンスタジオに改名された。2005年7月25日、ディズニーは設立から17年目となるディズニートゥーンスタジオオーストラリアを2006年10月をもって閉鎖する意向を発表した。最後の作品はシンデレラ3戻された時計の針であった。2007年6月22日、 ディズニーの再編成により、ディズニートゥーンスタジオは、エドウィン・キャット・マルト・ジョン・ラセターの管理下に置かれ、フィーチャーアニメーションは、ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオに改名された。チーフ・クリエイティブ・オフィサーのラセターは企画中となっていた、すべての長編映画の中止を要求した。この結果、企画中であった、不思議の国のアリス、チキン・リトル、ルイスとミライドロボー、未来泥棒、 おしゃれキャットの続編を含むすべてのプロジェクトが中止された。また、制作途中であったティンカーベルもラセターの指揮下で一から作り直すことになった。後日、ディズニー・トゥーンは今後はディズニー映画の続編を制作せず、スピンオフやオリジナル作品に焦点を当てることが発表された。またディズニー・トゥーン社長であったシャロン・モリルは更迭された。その後、 ディズニー・トゥーン・スタジオはティンカーベルシリーズとカーズのスピンオフ作品であるプレーンズシリーズを制作した。そして2018年6月28日、スタジオの閉鎖が行われ制作予定であったプレーンズのスピンオフ作品は制作中止となった。ありがとうございます。